アダムズ軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,550人であり、2000年の27,330人から4.5%増加した。軍庁所在地はウェストユニオン村であり、同軍で人口最大の村でもある。軍名は第2代アメリカ合衆国大統領ジョン・アダムズに、 ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は586.25平方マイルであり、このうち陸地583.87平方マイル、水域は2.38平方マイルで、水域率は0.41%である。軍内には多くの公園や保護地があり、ロカストグローブにある、 サーペントマウンド州立保護区のサーペントマウンドは州内最大級の考古学的遺跡である。その名前は古代に隕石が衝突して作った巨大なクレーターの名残であるサーペントマウンドクレーターにも使われている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アダムズ郡公共図書館はピーブルズに本館、マンチェスターとウェストユニオン。 シーマンに支所があり、軍内の町にサービスを行っている。2005年、この図書館システムは1万4000人の登録利用者に26万4000件以上の貸し出しを行った。蔵書数は10万千冊以上、定期観光物は250種以上ある。アダムズ郡地域医療センターシーマンのメディカルセンタードライブ232あるアダムズ郡地域医療センターが 軍内の医療を担当している。元はアダムズ軍病院と呼ばれ、ウェストユニオンにあった。シーマンに移されて名称を変え、アパラチアンハイウェイを使って容易にアクセスできるようになった。アダムズ軍図、アダムズ軍は下記15の軍区に分割されている。ありがとうございます。